で要はあの平場で、はい、あのスロットマシンとかやってるやつらは、うん、お客さんというよりは賑やかしなんですよ、うん、全然儲かんないですよ、うん、カジノって、うん、で儲かってるのはハイローラーって言って、うん、井川さんみたいな人から何十億って取り立てるっていうのが、はいまあ、彼らのビジネスモデルなんで、はい、そういった人たちは当然中国人の富裕層になるんだけれども、そういった人たちをそのちゃんと集金できんのかみたいな話をよくされてて、例えば中国の奥地から来た超金持ちが払わないで逃げたとして、追ってけんのみたいなことを、ね、おっしゃられてましたよね、はい、基本的に現金担いでくるんじゃなくて向こうで信用度合いに応じてクレジットを出していくわけですけれども、はいまあ、私なんかの場合でもそうですけど、信用はあるつもりで出していったけれども最後にパンクされちゃったらですね、はい、じゃあどうするんだって話になって、じゃあ中国でですねあの地元のマフィアと有力者と警察がもう三位一体になってるようなところにですね、はい、ちょっとこの間の5億円ちょっと回収させてくださいって言って、あおいでおいでって言って帰ってこれないかもしれないですよね